武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学の教育学部理系の2016年の入試について話していきたいと思います。まず入試傾向の大きな変化だったかどうかということなんですが、まず数学がですね、新課程の複素数平面が早速出題されていました。まあ、科目的な変更としてはここだけですかね。まあ、生物も、やはり大きく内容自体が変わってはいるので、そこの対応はされてましたけれども、まあ、基本的な形式そのものには、大きな変化が、なかったですね。ただ、13年の、に出た以来の、ちょっと長めの百字論述が出たっていう点が、ちょっと生物で、注意が必要という形でしたね。はい。では、早速、対策についてそれぞれの科目を話していきましょう。まず英語ですが、こちらは文系の、教育と同じですね。で、共通問題で、長文、4題と会話、1題の計大問5題という形になっています。で、長文自体の、長さは単語数自体はそこまで多くなく、まあ、そこそこの長さの長文で、まあ、時間から考えると結構、読むのが早くて正確に読解できないと厳しめというわけで、早稲田の中でも割と長文の比重が高い、入試問題ということですね。で、なので、優先されるものとしてはやはりポレポレ、などの精読ができる教材プラス、まあ、長文の参考書と、早稲田の過去問のやり込み、このあたりがしっかりできなければいけないと。で、まあ、早く読まなきゃいけないんですけれども、雑に読んではいけないというものなので、早く正確に読んでポイントを見極めてちゃんと答えると、まあ、やることとしては割と聞いたら当たり前だと思うことかもしれませんが、それを完成度高くやっていく必要があるという形ですね。で、会話についてはやはり長文なので、会話表現を覚えるだけでは対応ができません。会話長文、英会話オンライントレーニングなどですね、をしっかりやって、答えられるようにしておく必要がある。で、会話それぞれの解き方をちゃんとですね、話の流れ読んで答えるという形を身につけるようにしてください。はい、続いて、数学ですが、大問4題で時間120分、という形になってます。で、最初の方にも言いましたが、複素数平面が早速、新課程の内容ですね、もう取り入れられています。で、出題範囲としては、まあ、基本的に、数三の範囲結構多めで、まあ、プラス小問集合、があり、で、まあ、2や B の範囲も出てくるという形ですね。で、問題の難易度自体、から考えると、まあ、合格点取るだけなら標準問題が完璧にできれば割といけるかなという形ですが、まあでも、ちゃんと点数取るためには、範囲の苦手分野がなく、安定して前半に取り切る能力が必要と。で、高得点稼ごうと思ったら割と難しいところまで、要は大問ごとに完答しようと思うと結構難しいところまで、出てくるかなという形ですね。で、2014年と証明が非常に多かったんですが、それが2016年では、出題がされていなかったという形ですが、ただ、今後も出る可能性は割と高いとは思いますので、証明対策はしっかりやっておいた方がいいかなというふうに思います。ですかね。はい。で、まあ、回答のみ書く形と、まあ、記述式とミックスで出てるっていう点があるんですが、試験時間自体は割と長いので、解ききれないっていうことは、まあ、ちゃんと解ければ問題なくいけるかなというふうには思います。で、ただ、結局、ここの問題で対応しようと思った時にですね、重要なのが、さっきもちょっと言ったんですが、割とその、解ける問題と解けない問題で難易度差が結構ありますので、無理に大問を全部完答しようと語り続けるわけじゃなくて、各大問から、まあ、つまみ食いしていくような形で、解けるところを確実に取っていく。で、残った時間で取れそうなところがあるなら、そこを完答目指すみたいな形で、まあ、やっていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて、物理ですが、試験時間60分で大問が2題という構成ですね。で、一つの大問は割と問題数が多いという形になっているんですが、2016年度に関しては力学と波動が大問1個ずつ出てました。で、15、14、13と、まあ、電磁気と波動が、力学とセットで、まあ、交互に出てくるような、力学は絶対固定で、まあ、電磁気と波動が交互に出ているような形で出題されているんですが、まあ、このままのペース、傾向でいくと、2017年度は電磁気、って形になるんですが、まあ、その通りに出るかどうかという保証は全くないので、まあ、電磁気と、波動を優先的にやって、まあ、余裕があれば多分野も、こなしていくって形でやるのが、まずはいいんじゃないかなというふうに思います。で、複数の分野、またがることも全然あるので、基礎の部分だけは、ちゃんと前半、なくやっておいた方がいいかなというふうに思います。ただ、優先するのは、まあ、力学最優先で、まあ、できれば電磁気波動を、しっかり仕上げておくという形ですね。で、一つ一つの大問の問題数が多いってことは、それだけそのつながってくる問題が多かったり、多岐にわたる、一つの分野でですね、例えば、
その小さい小問あのだけじゃなくて大問で解けたとしても、その大問自体がいくつもまたがっているような形になるので、あの知識をつなぎ合わせて、あの一分野に対してもう数珠というか、もう一通り、全体像を入れておかないとなかなか解きづらい問題になっているかなというふうに思います。まあ、なのでですね、復習する、際などに関しては問題一個一個で、意識を途切れさせないというか、例えば講義系参考書で力学の範囲だったら一通り一気に全部読んだりとか、そういう練習をして一連の流れを追うっていう練習をしっかりしておいた方がいいかなというふうに思います。はい、続いて、科学、ですが、科学に関してはですね、まあ、割と標準的な問題が多く、まあ、大問4つで、まあ、理論と向き、有機、まんべんなく出てくるような形ですね。まあ、その中でも理論が若干多かったり、まあ、向き、有機の範囲でも、まあ、理論が絡んでくるような問題が多かったりします。で、割と論述も出るので、論述の対策はしっかりしておきましょう。ですかね。で、あとはその、まあ、基本知識だったり、あとはその科学の時事的な、まあ、ノーベル賞だったりですね、このあたりも聞いてくることが、結構ありますので、まあ、最新の、ニュースなども多少取り入れておいた方がいいかなというふうに思います。で、割と早稲田の、問題っていうのは思考力を問う問題が多いので、問題文の解き方をただ覚えるだけじゃなくて、その問題を考えるって練習をしっかりしておくように心がけておいてください。はい、続いて生物ですが、生物は先ほどもちょっと言いましたが、長めの論述が出題されました。もともと論述自体は結構あの数は多くないとはいえ、そこそこ出てたりはするんですが、2016年はその中でも割と論述が多かった年になります。で、まあ、問題そのもの、難易度という部分に関しては、知識そのものは標準レベルができていれば問題なし、ただ、その知識を使って考えるっていう部分が多いので、まあ、実験考察などですね、まあ、なのでただ答え暗記しだけで解けないような問題という形になってますので、まあ、何回も問題解き直して、どう考えたらこの解き方にたどり着けるのかっていう試行錯誤の練習をちゃんとやるように、心がけてください。以上が、早稲田大学教育学部理系の入試対策となります。